ロータリー交差点、または、円形交差点とは、交差点の一種で、中心の島の周囲を一方向に周回する方式の、うち、一時停止位置や信号機が設置され交通整理が、行われるものを言う。同様の交差点で一時停止位置や信号機がない、ものを、ラウンドアバウトという。英語では一時停止位置や信号機の有無にかかわらず、 ロータリーやラウンドアバウトと総称しているが、特に区別する場合は一時停止位置や信号機がないものをモダンラウンドアバウトというニューヨーク市のコロンバスサークル侵入が信号でコントロールされている歩行者が中心へと横断歩道でたどり着くことができる珍しいタイプフロリダ州コーラルゲイブルズのデソト広場にあるロータリー交差点ロータリー交差点は 交通整理に円形の環状部分を用いる交差点の一種である。通常は環状部分の通行方向は一方通行である。すなわち左側通行の場合は右回り、右側通行の場合は左回りとなる。現代的、ラウンドアバウトとは異なり、ロータリー交差点は入り口の部分で一時停止の標識が設置されたり、 交差点内に信号機が設置され交通整理が行われる。ロータリーに侵入する車両は安全を確認して侵入可能な場合のみ侵入する。また、環状部分の入り口で曲がるのではなく、環状部分に合流する形態や、環状部分内部で車線が区切られており、環状部分から出るときに進路変更が必要な場合がある。 高速道路のインターチェンジやジャンクション等において、ロータリー交差点が適用される場合には、環状部分の半径が、現代的、ラウンドアバウトに比較して、かなり大きめに取られ、環状部分を比較的高速で走行する場合もある。ヨーロッパ大陸の町々では、しばしば町の中心部に何かを記念するための円形の広場などが多く作られ、 そこから放射状に道路が伸びていることが多く、こうした交差点は古くから多数存在しており、極めて日常的な存在である。以下はロータリー交差点を設計する際の要素である。以下のような利点、欠点がある。利点としては以下のものが挙げられる。欠点としては以下のものが挙げられる。フランスやアメリカなどでは19世紀末から設計、 利用が始まり、20世紀前半にはアメリカにおいて多数のロータリー交差点が設置された。しかし、下記の要因により否定的な評価がなされている。このような従来型のロータリー交差点は、事故の発生率が高く渋滞も起きやすいものと評価され、アメリカでは1950年代にロータリー交差点の設置は中断された。 アメリカ以外でもロータリー交差点は普及せず、1960年代にイギリスで現代的ラウンドアバウトが開発されるのを待つ必要があった。シャルル・ド・ゴール広場のラウンドアバウト。大きくて新入路が多数集中している。中心にある外線門へは地下道を通ることでたどり着くことができる。現代的ラウンドアバウトは、 ロータリー交差点と同様の交差点で一時停止位置や信号機がないものを言う。世界的に見ると、ロータリー交差点に比べ、現代的、ラウンドアバウトに分類されるものの数が多い。イギリス連邦諸国などでもこの方式の利点が認められ、設置例が増えつつある。感情の流れに乗っている車両の側に優先権があり、 流入する車両の方には原則と安全確認が求められる。一般に流入路や環状部に信号機は設置されておらず、外から侵入してくる車両によって進行を妨害されることはない。一般的に、現代的、ラウンドアバウトは慣れていて、優先順位が身についていれば、流れに乗って自分の思う方面へ進んでいくことができ、運転がしやすいものである。ただし、 パリのシャルルドゴール広場のラウンドアバウトは例外的で特にサイズが大きくまたあまりに多数の侵入路が集中していて環状路内で回る車の台数も極端に多いため旅行者などこの交差点に不慣れな人々の間では運転の難所とされることもある日本では2013年6月14日法律第43号改正の道路交通法によりこの現代的 ラウンドアバウトが導入された。日本の警戒標識ロータリーあり日本におけるロータリー交差点は鉄道駅の駅前広場に設置する例が多く、日本の主要道路では設置例が少ない。これはかつて明治から大正時代にかけて都心の交差点に数多く設置されていたものが昭和30年代以降の高度経済成長によって 交通量の増加や渋滞の発生、用地の確保の難しさ、運転のしにくさによる混乱などの欠点から急速に撤去が進んだためである。ありがとうございます。